それまでテスト用紙を回収する。バッチリだったぜ電気。岩部君が先生の気を引いてくれなかった。あんな簡単に問題を盗み出せなかったよ。それって反則だろ。あんた本気で言ってんの？1週間前市の先生がって言ってたじゃない。忍者としての情報収集能力を試してるんだぜ。全然聞いてなかったぜ。ホルト君大丈夫？問題ねえって。勉強しねえでも余裕だってばさ。さっさと終わらせてみんなでサクッと忍者になっちまおうぜ。まずはこの白い鉢巻きを身につけるように。その鉢巻きはお前たちの命だ。取られたら失格となる。ここで今から俺たちと戦ってもらう。制限時間は24時間だ。なんだ余裕じゃねえか。それじゃあ手加減できないでしょ。6代目かかしのおっちゃん。一応みんなの前では6代目って呼んでよ。俺が試験官だからね。俺も聞いてるよ。問題児集団だ。問題行動を起こす奴らを忍者にするわけにはいかないからね。はあ？いらないって言ってるんだよ。俺からこの鈴を奪えたら合格ってことにしとこうか。鈴は人数分あるんすよね。ないよ。合格者を一人しか出さねえつもりか。いやならやめてもいいぞ。そんな無茶苦茶あるかよ。お前たちも俺たちを殺すつもりでかかってきなさい。いいのか？そんなこと言って。いつまでも学生気分で仲良しごっこをしているケツに殻のついたひよっこどもに、あっという間に決めてやるってばさ。まあいい、このままスタートするぞ。あ、待ちなさい。俺は今年こそ忍者になるんだ。いきなり6代目に突っ込んでも返り討ちに遭うだけ。どうやってあの鈴を取るか考えなきゃ。んなのそん時考えりゃいいじゃねえか。6代目に発信機つけてたんだ。無視！やられたね。どうやら先生たちの分断作戦に乗っちまったみてえだぜ。さっきからちょっとおかしくない？先ほど見たような気がします。現実一丁上がり。このハマンの兄ちゃん、先生と呼べ。これっ待てボルト、どこ行くんだこれ。得点が低い途中の面倒な文章問題は飛ばすって。どうやって6代目を探すの？一番高い木の上から探してみるってのさ。ユートント。おっと。通りたければ俺を倒して。俺はライトン、ヘビミカズ。じゃあ先行くぜ。さて6代目はどこだってばさ。短絡的ではあるが高いところから探すのは悪くないアイデアだね。影分身か。あ、はい。このまま合格いただきだぜ。絶対にここは通しませんよ、篠野先生。最初、僕はあなたから学ぶことはないと言いました。今は全力で挑まなければならない相手だと。少し本気にならないといけないようだな。シャリンガンか。開眼していたのか。影分身の術。大したもんだよ。ここまでできるとは。さすがヤツのことを言ったところか。アカデミーを卒業する前にお前はズバ抜けている。だがダメだね。お前は忍者に向いていない。何？決定的なものが欠けている。どうやってこの状態から脱出するか教えてやろうか。自分の腕を折るんだよ。ま、忍者になる動機がないお前には無理だろうけどね。みんなと忍者になってやることを見つける、それが動機か。やる気がある、才能がある。それだけじゃ足りないんだよ。揃いも揃ってひどいもんだね。それでもみんな忍者を甘く見てる。これもお前さんの影響だろうね。
忍者として認めるわけにはいかないでしょう。いざ任務についても殺されるだけだ。やっぱり今年は合格者なしだな。やられたね。だがこれからどう出るかな、ボルト。近くに先生たちの気配はないよ。くそ、これが忍者の厳しさってやつかよ。すまねえ、みんなと一緒に忍者になって、それからやりたいこと探せばいいやって思ってた。カカシのおっちゃんはこのクラスみんながダメになったって俺たちはお前のせいでダメになった。お前がいなきゃきっと今だって教室の隅っこでダセー顔さらしてるぜ。お前がいたから俺はここまで来られたんだ。お前にだってバカにはさせねえ。ボルト君がいなかったらきっと今生きてすらいないよ。クラスの連中はみんないいやつだ。このクラスの中心はボルト。お前を中心にした今のクラスの連中を。よし、決めたぜ。みんなと一緒にいるために忍者になるってばさ。よっしゃ、やるか。6代目に一泡吹かせてやろうぜ。俺は覚悟を試す試験だからだよ。そして鈴は一つってことはみんなで合格するぞ。来ますかね、ボルトたち。イチャイチャパラダイスでも読んで休んでたら。もう暗記するほど読んじゃったからな。まずはみんなを助け出して戦力を取り戻すってばさ。あっ、なんかこの発電部。やっぱり分身。涙の術はとっておきだ。あら、こそこそ何やってるのかしら。人たちのいつの間に油断しすぎだぜ、コノハ丸の兄ちゃん。現実か。はい。まいったよ。待たせたな、カカシのおっちゃん。で、今度は何？どうするんだってばさ。やっぱりダメだな。結局はバラバラだ。忍びをなめるなよ。なめてんのはそっちだろ。今だ。封印結果。なるほど。どうですか、ボルト。頼む。さすがにまずいな。試練。ダチをバカにされて黙ってるわけにはいかねえんだよ。お前は忍者になるんだ。私も。僕も。俺も。どうでしょう。めんどくせえけどな。私は火影になるんです。まだここにいたいからね。はい、現任試験終了、全員合格。でも鈴取れなかったし。どうせ天地がひっくり返っても取れるわけないんだから。現実では様々なルールや掟があり、それを破るやつはクズ呼ばわりされる。仲間を大切にしないやつはそれ以上のクズだ。全員で俺に挑んだ時点で合格だったんだよ。今回はよく頑張ったな。はい、今からお前たちは下忍だ。喜ぶにはまだ早いんだけどな。Hehehe